Round one, fight! Hold on, higher!
Spider-Man!
Round three, fight! Yoga fire! Yoga fire! Yoga fire! Yoga pain! Yoga pain!
Spider Arrow!
Hold on, fire!
おいっす。どうも、四季の細道何回ですか？123回。始めていきましょう。さあ、あれ、そうだったんですか？先週3人しかいなかった。4人いたけど3人しかいなかった。はい、歌舞伎くんと、そうね、ミッチーさんですね。ミッチーさんですね。ダルシム使ってるのは今日ノジュアで使ってたんですけど、普段はダルシムはそんな使ってなかったですね。あ、そうですか。そこそこいろんなキャラ使えるポイントでさ、ダルシムメインでしたっけ。おや、さあ、情報が、あー、やばい。いや、でもきついなこれ。まあ、一度固められると厳しいですが、かー、ダッシュアッパーキャンセルクレイジー刺さる。まず1本取っていったのは、まあ1取り目はカブキ君ですね。遠路はるばる来ていただいて誠にありがとうございます。さあ、ここでセロテープ選手の本田現る、残儀にしとけばよかったと。いやー、まあ、残儀の方がね、やりやすい。さあ、突進。さあ、おいっちょからの、あっと、これはちょっと逃してしまった。さあ、短パンチ。グランドで着地狩り。さあ、やっぱお互い、コマンドが似ているので、結構、突っ込み合いになるんですが。これはどうするよ、本田。あー、かかされて、あー、やるからの、うわちょっと百列打ったら頭突きが出た。バグか。さあ、なかなかいい勝負です。結構ね、これ、まあなんか、遊びで僕もね、まあどっちとも使うんですけど、面白いんですよ。突っ込み合いなんで。あ、これは落とされて。でもね、これはね、バイソンめっちゃ気持ちよくね、動けるんですよね、比較的ホンダに比べると。さあ、これも落とされてグラウンド。さあ、まず2人抜きしていく歌舞伎くん。はい、これどうなんですか。あのですね、まあ、これまあ、以前ヌルポガ君がね、はい、小物道でやった組み合わせなんですけども、はい、SN フリですね。ほう、フリなんですけど、波動拳をいい感じの前で打ってヘッドを悟って台足で狩る距離があるので、で、なるほど、そこから置き攻めなのなんなので、割とダメージは取れるカードではあるんですが、やっぱりね、やっぱりそれが、その前が分かってないと、もうグランドだけで倒しちゃうみたいな。ほう、適当にグランドやってるだけでもうなんか穴が食らってるみたいな感じになってしまうんですよ。なるほど。しかし、しかし歌舞伎くんのこのバイソン、フットワークが軽い、はい、足を使うボクサーですね。そうですね。うわ、今のうますぎる。いや、あれはね、一流のバイソン使いはね、みんな持ってるやつ。よくガードした、めくれ竜巻。さあ、短パンチから投げる。あっ、ちょっとグラッ、しかし投げで OK。 勝ったのは歌舞伎くん、3人目。3人抜きですね。さあ、続いて金子さんですね。続いて、ですね、金子さんの竜ですね。これは有名な組み合わせですよね。割と有名な組み合わせということで有名ですけど、え、 X 業界では割とバイソンが有利だっていうことで有名だと俺は聞いたんですけど、そのところどうなんですか。でも確かに、なんか俺もなんか昨日、はい、まあ某
船軍団の竜使いの方と、はい、やってたんですよ。やってた。そう、あの竜バイソンが、竜バイソンをやったんですけどね、はい、やっぱり竜は、竜は弾が打てなくなると本当にきつくなる。そりゃそうだ。そう、竜言うて足短いからね。その通り。なので出際を刈られるとこうなっちゃう。はい、うん、やっぱり玉持ちはクレイジーきついので、きついですよね。さあ画面足、これは台足で壊されて、また台足、果敢に足を攻めていく。さあこれ絶対手と足の長さ違うよね、本当に。まあ違いますよね、同じ人間とは思えない長さの差があるんですけど、悪魔の身の能力者。バイソンも悪魔の身の能力者だったから。何、牛牛の身でも食ったのか。逆にゴムゴムの、ゴムゴムはもうインド人じゃないの。 実はゴムゴムですよ、かなり。でも悪魔の身は一つしか存在できないやつじゃない。なんかあの能力者が死なない限り復活しないんじゃなかったっけ。俺ワンピース読んだことないんで。さあものすごい適当じゃないですか。さあカシムさんがザンギエフ、これはきついぞ。先ほど歌舞伎くんは結構の試合でもあのザンギバイソンやってたんですけれども、勝てねえ勝てねえって言ってたので、これは大会…いや、しかしグランドが面白いくらい刺さる。ダッシュアッパーもうわすごいぞ。さあグランドだけで体力ここだけ削ってるぞ。しかし、あやばい、あー怖い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 、ザンギ逃してしまった。と、これは、あーあーあーわあ。あるよ。さあ歌舞伎くんエンターテイナーです。うわー、やばい。さあバッファロー、さあこの距離でも畳みかけることを忘れない歌舞伎くん。さあこれダッシュアッパーで、さあグランド、うわボッタチしている。それはまずい、やばい。これはバイソンが死ぬ距離。おっと、足早いな。怖い怖い。ああしかしカーシムさんの読みは当たっているからかなり怖い。あああ、これは歌舞伎くん跳ねる。今自分でバッファローヘッドしましたね今。あ、やばい。ハハ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 。令和になって初めて面白い光景を見たかもしれません。さあ変わりまして入ったバイソン、はい、バイソンなんですが、これ S じゃないですね。そうですね、なんか先週はちょっと X も練習し始めて。なるほど。いやでも S だったらこれ積んでたやつですよね。そうですよね。さあ先ほどとは違うザンギバイソン戦が展開しているようですけど、はい、やっぱりザンギ側をはめたいんですよ。そうですね、ここからヘッドが出るのが遅い。なるほど。なんですが、ほとんど投げることなく死んできましたね。さあ、エクスパーさんですね。さあ、食べきって違えよ。違うよ、今のウネでしょ。ウネさんでしょ。バレちゃった。あ、じゃあ最近はなんか X の方もやってんの。 X 楽しいっすよ。楽しいっすか。S バイソン結構やってたよね。でも結構やってた、長い期間結構やってたよね。結構やってたけど1年以上やってなかった。え、1年ぐらいやってなかった。いや、そんなにはやってない。あ、そう。そんなイメージあったけど。そんなアホみたいなのやってないけど。アホみたいなやつだったけど。あのね、 X ね、いっぱいね、いろんなことでできる。まあ、ね、遊べる幅がね広がった。そう、楽しい楽しい。 X だしね。
やっぱ X だから X のキャラ使わないとって。そういうことっす。それで S キャラ使える敵を回す発言だけどいいんですか。いやいや、一応サップから。あー、なるほどなるほど。何言われちゃったの。言われるのではと謎の危機感を謎の危機感を覚えました。覚えてしまい、私 X を今練習しているんですね。はい、やっぱり勝手違いますか。え、まあ、いや、あの試合のあれを見ようの。試合のあれを。僕のね、バイソントークはどうでもいいんですよ。本当に近ー、これエクスパーさん、うわー、なんか裏に回っている。やべえ、面白いぐらい回る。今スクリューを飛んでかわしましたね。いやー、あのガチャガチャ叩くんだな。出なかったやつですね。このザンギめっちゃ回る。ぐるぐる回りますね。くるくるくる。三半規管がすごいことになってますね、このザンギフは。強いっす。強いですよ。三半規管が強い。だって投げても回り、移動しても回り、攻撃しても回り。まあやっぱ、ロッカーですからね、気候が激しい。三半規管、鍛えていらっしゃるんでしょう、おそらく。あんま関係あるか、それ。なんて言ってる間に。さあ、キャミーザンギでございますよ。はい。当たりキャミーですね。当たりキャミー。あたりの T シャツ着てるから。あー、そういうことね。そう、あたり、あたりね。そりゃそうだった、あたりだ。そうそうそう。しかしまず1本取っていったのはザンギエフ。ザンギエフ、カーシムさん。さあ、キャノンスパイクのからのフリーガン。さあ、こっからつなぐー。うわー、当たっちゃったやつ。あー、なんか面白い当たり方しているが、これはひたすらキャノンスパイク。あれ、やばい。キャノンスパイクに刃はないっぽいですね。どうなんですか、そこら辺は。ない、やばい。しゃー、最後はストマック、もみもみもみ。さあ、次ミッチーさんですね。これで一周しました。これで一周、一周。続いてミッチーさん。さあ、2キャラ目は何でしょう。何だったっけ。っていうか、カーシムさんが1キャラ目なのに、リュウですね。あフライングパワーボム。そうなんですよね、カーシムザンギ結構ね、トップランカー。やばいやばいやばい。やっぱもっと使い、もっとメインキャラでしたっけ。そうだったんですからしいですよ。いや、その当時はなんて名前があったんでしょうね。なんですかね。いや、だってカワザンギ、ダルシムから来てるんじゃないですか、カーシムさんの名前って。シムは間違いなくダルシムから来てると思うんですけど、カワギエフ。カワギエフ、カワギエフ。カワギエフ、カワギエフ。あるいはナナシだったりとか。ああ、可能性はありますね。案外その時は本名で呼ばれてた可能性もありますからね。さあ、しかしリュウザンギ、これもね、あの、なんかそっちが有利だ、あんたが有利だみたいな。ああ、論争が、論争があるんですか。ありますー。あー、光ってるー。一気に画面すっごい減った。減りすぎ。ファイナルアトミックバスターで思い出したんですけど、ハク君とザンギリュウで対戦してて、はい、中ボスをガードされたらファイナルアトミックバスター確定しちゃって。結構なんか、ぐるぐる回されて、そっから。で、体力7割ぐらいあったのに死んだ、死んで2人で大爆笑してたっていうのがありましたね。ちょっとやばい技ですね、やはりファイナルアトミック。次はセルテープさんですね。はそうだよね。式プロレス。間違いなく、間違いなく、ここサブを逆にするっていうのは式の細道ではかなり有効的な戦略です。しかし、なかなかそれをやる人いないですからね。式の細道、だいたい1キャラ目がサブキャラだよ。はい、ルール上はどっちをメイン、どっちを先に出すしても問題はないよね。問題はないんですが、やっぱりメインにはメイン、そういうことです。なるほどね、はい、そういう、あの、やっぱ己のプライドをかかってるんで。さあ、出したってと言いながら投げられているのはセロテープ。セロテープ選手。さあ、さあ、どちらの回転力が強いのか。同キャラ戦やると、はい、例えばガイルガイルで、はい、向こうのガイルは勝つじゃないですか、はいはい、そしたらお前のガイルより俺のガイルの方が強かったなみたいな感じになっちゃうのが嫌ですよね。全然違うゲームなのに。ああ、そう、
という感じで同キャラ戦嫌いになる人がやっぱいるんじゃないかっていう。同キャラ戦は露骨に人差が出るからね。そこがねやっぱり嫌いって人も。おお、シッターが死なねえのかよ。死んでなかった、死んでないのかよあれね。死なないのかよ今の。いや、あーやばいやばいやばい。さあ走っていく。こうわやばい。おい、お互い走っていく。全然減らない。さあ、あこれはやばい、落とされて。あやばい、また走ってる。あーやばい、また走ってる。差し返して走る。走るけどこれが新しい。これが令和のハズキか。やばいやばいやばい。やばい、令和が、令和のハズキは走る。これが令和の残機同ギャラ戦。令和走りまぐり。令和は走るんですね。残機同キャラ戦は回るんじゃなくて走る。走る。これが令和のね残機戦。今までの残機同キャラ回る感じでしたね。回る感じ。ベイブレードだったんですけど。そうですね。なんか一気に走って走って。いや令和の残機同キャラミニ四駆になるわけですか。ミニ四駆。好きだから減らない。ああなるほど。あーリディかなってる。でもミニ四駆の方が出たの先なんだよな。ベイブレード。確かに。退化してる。退化している。逆してるみたいな。なるほどなるほど。古きを知り新しきを知り。新しきを知り。そう。今レトロブームですからね。確かに言われてみる。そう。だから残機同キャラ戦ややっぱり令和っつうことなんですよ。令和っつうことで原点回帰みんなで走ろうっつって。は？どういうこと？どういうこと？よくわからない。残機同キャラ戦イコール令和。令和、令和とは一体。令和とは。いや、令和の放送が乱れる。やばいやばいやばい。そんなことね。やっぱり、はい、やっぱりでも回ってますね。回りもするんですね。いや、回るんですね。回るんですね。やっぱり、実は残機最強なのでは。だって、川渋さん何連勝中目ですか、今。今ですか？今、6連勝中目です。6連勝でしょ？はい。でも今日のキャラ文法を見るとですね、ザンギが割と刺さる。確かに。あのね、なぜか知らないけど、ビーとバイソンばっかりなんですよ。ほんと、ほんとだ。あ、ビーとバイソンばっかだから、セロ様は本題にしといて。そう。なるほど。さあ、勝ったのは、はい。ディオンさんですね。さあ、ディオンさん。バイソン。いや、止めましたね。やっと止まりました。止めました。次、金子さんだね。さあ、これ出てくるは金子ガイリー。はい。さあ、バイソンガエル。バイソンガエルどうなんですか？バイソンガエルはね、すごいいい勝負だなって思う時もあるけど、はい、全然そんなことないっていう時もね、やっぱ振り幅がすごい、まあ、こういう時ですよね。そう、こういう時。ああ、いい勝負だ。え、多分ガエル、あのガエルはこれでも、いや、いい勝負だ。ああ、いい勝負だった。そう、思わないとちょっとやらないところが結構ある。こういう時とかね。まあこういうのさはねありますから。いやー、しかしこれが投げられる。さあ、あとは相打ちでももうバイソンは OK だが、金子さんが攻めつつも固めている。さあ、これはコパンで止まる。さあ、止めていくぞ。おお、ソニック、ソニックだけで逆転しましたね。あのコパンで止めたところで完全にターン制になりましたね。なるほど。ガエルのターンになりました。さあ、ソニックをガードさせたらガエルのターンが始まるんですか？始まります。始まる。ガードさせたら美味しい。美味しい。はい。やっぱり弾ソニックモードに突入するんで激アツです。激アツモード、ソニックモード始まったぞ。あっ、さあ始まったと思ったら終わった。始まったと思ったら、しかし体力はもう十分でしょう。あとは守りきることができればゲージも溜まってない。あー、ソバットで KO。 カッ、じゃあ次も、え、またバイソン。先ほどリアルヘッドをかまっさあ、またもやバイソンガエル。最近激アツですね、このカードね。そうなんですか？激アツですよ結構ね。あっ、しかしこの画面始めはね、ほんとね、やることがねマジで限られてくる。ここから逆転の目はあるんでしょうか、だいぶ。
ちょっときついかな俺。しかし、いやだってもう相打ちもきついんで、そうクレイジーも溜まってるんで、まあしかし打ち続けますね。こっから投げる、さあ、あの大パンチは痛かったな。はい、ヨイボーターンパンチ、あれね、ヨイボーが当たるってことはソニックの定義は、はい、でターンパンチは、はい、まあガイルは見てから聞きたいんですよ、見てから様、はい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 、でも溜まってない様、はいはい、そうだから通常技ぐらいしか振るものがないんですね、はい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 、あーしかしガイルがいい感じに守りきっている。これはうまい。さあこれはどうなるんだ、裏刺さり、おーこれはさあどうなる、あーと今のは溜まってなかったが、でもしかしなのかもしれないです。あ、受け身がない、あー、金子さんのガエル、うわっ、うわっ、しかし、あ、これで分かんなくなった、いやーたん、いや強かった。あ、レジャン、はいそしてまたガイルが出てくるとが偏ってるのか、同じ組み見ますが、そうですね、果たしてもバイソンが1人、2人、そうですね、3人ですね、3人いて4キャラいますね、バイソン。さあウネさんはバイソンもガイルも今日は使っているんですが、はい、やはり本キャラはガイルですもんね。そうですね。お、投げ返していく、こちらも投げを返している。やっぱりサブキャラだとその覚えた行動はできるけどアドリブが効かなかったりしますよね。やっぱり連動の差は出ますね。あと対戦慣れしてねってなります。そうですね。いやサブキャラってやっぱりこれをやりたいで使うことが多いですから、はいはいはい、そうなってくるとやっぱり対策とかになってくると、はい、どうしても辛くなってきますけど、これは 両方ともメインキャラ同士の対戦なので、そうですね、見応えある対戦になると思いますが、さあソニック早いですね。ウネスさんのソニックほんと早いですね。色からして速そうですから、ね、なるほどあの色使うと速くなる法則があるじゃないですか。確かに検証してみた方がいいんじゃないですかこれの今本人がそんなにやってない、スト5やってますからね、もともと白い外の人は。さあクレイジーで綺麗に削って、しゃがんで食らっているが、あーこれは序盤から体力取られた上に画面発射、まだ致命傷ではないが、そろそろでもクレイジーが溜まってしまったぞ。さあ体力は逆ったが、さあ下手な行動が死に直結する、あー打っていた、打っていった、強気ですね。さあ次はエクスパーですね。さあみんな大好きリュウガイル、さあ伝統の一戦、そうですね、伝統の一戦、一つといえばリュウガイルなんですが、なんですが、なんですが、このタイプのリュウは日本に一人日本に一人、しかも日本人ではない、そう外国人でございます。なんか サバンの当たり方がすごいですね。すごいですねこれが、これが令和のリュウガイル、あまり見たことのないリュウガイル、ここまで進化したという。そうですね、ただ本当にエクスパーさんはそのセオリー通りじゃないところが、そうですよね、あんまりやったことないプレイヤーの人はかなり戸惑うので、でしょうね、はい、一応式勢は、まあ、多少やり慣れてはいると思いますが、普段やらない人だと
そうですね、やっぱりね、混乱しますよね。上司が通用しねえみたいな。そしてただ話してるわけではなくて、なんか彼なりの理論みたいなものがあるらしいんですが、はい、ちょっとそれを教えてもらえないんですよね。それはね、その理論、つまり要はからくりですからね、はい、からくりをばらしたら、そこは教えられない、崩されてしまいますから、はい、それは絶対にもう墓場で持っていくことでしょうからね。そうなんですよ。割と悲しみなのかと思って話すのを待ってるといつまでも話さなかったりして、俺話さないのかな今日はと思うと打ってくる、打ったところに打ってくるみたいな。ドンピシャ真空、ドンピシャ竜巻、何度もらったことが。さあさあ、あーこれがドンピシャの真空、当たるんですよね。オンヒットは十分。さあもう何百何千と打ってきてるから当たるところが分かるんでしょうね。30秒あればもう1回溜まる可能性もあります。ここで溜まったら大変なことになりますよ。溜まりそうですね。うわあ、溜まる、溜まっていたが使う前に。ホラーじゃないからね。もういっ、むしろエクツカーさんに勝てない。それはもうキャラ対ではなくて人対策を頑張るしかないんじゃないですか。さて、ここでハクキャミー、ハクキャミー、今日は両方ともキャミーですね。そうですね、決戦が近いからキャミーの時間を増やしてるんでしょうか。なるほど、2人の時間を大切にしたいっていう派ですね。違うと思う。あれ、あんなにフェイロン、フェイロン、フェイロンって言ってたハクくんがね。いや、終わったらしかもハクくんはそんなにフェイロン、フェイロンって言ってないからね。そうフェイロン、フェイロンって常に言ってたらもうそれはそれ頭おかしくなる。それはちょっと頭のおかしい、やばいと、あ、下げってる、しっかり。あ、でもそういうハック見てみたいですね。あー、上りスピンドライブスマッシャーと、はい、肩毛を取ってくれましたね。はい、さすが。さあ、カブシムさん DJ です。あ、ダルシムじゃない、いや、DJ で帰ってるじゃないですか。お、これちょっとどうしますこれ。一応ね、ルールですから本当にさどう今当たんの、ヤスラ当たんのあれ。しかしフーリガンも刺さるがすれ違う、すれ違う、はいはい、フーリガン、いや、こう見えてもね、はい、体力見ると分かるんですけど、はい、キャミーってめちゃくちゃ火力キャラ、まあそうですよね、高いんですよね、火力は高いですね、はい、それを活かせる場所が少ないだけであってしかも意外と歩くのも早いという。そうですよね、そうなんですね。そう、旗から見るとめちゃくちゃ強気だって、勝利もあるしね。はい、昇竜もあるし、もうわからん殺しっぽいのもあるし、うん、そうですよ、移動投げもある、移動投げもある。そう、しかし遮られやすいのがキャミーのね、はい、あれなところ。しかしキャミー、いくら弱キャラのキャミーといえども強い技はあるんですが、これはちょっときつめ。これは飛び通さないと無理なやつですけど、通るんですかね。あるぞ、ダウンさせれば、あー、あるある、あー、ひじひじ勝ったのはカワシムさんの DJ。 さあ、あとはカワシムさんの DJ が何連勝するかですね。はい、ニッチーさん、さあ、か、待っても悔しそうですね。いや、それが式、これが式の細道なんで、そう、しょうがない。まあ、うん、ルール上はね、まあ、DJ って書かれていたので、そうそう、いくら勝負の時が控えていようとも、これはね、絶対なんでね。さあ、めくりはガードしている。さあ、ちなみにですね、今のところ1位がカオシムさんのザンギエフで、1位がザンギエフ、はい、カオシムさんのザンギエフですね。なるほど。2位が歌舞伎くんのバイさんですね。4連勝してますので、このままだと、はい、歌舞伎くんかなり気まずい、大変なことになります。そうですね、
今のうちにポップミュージックで精神を落ち着かせることも。さっきやったら下手だった。川瀬さんがどうなんだろう、ザニーでやるのか、はい、DJ でやるのかは。あ、選べるんでしたっけ。どうでしたっけ、そこら辺のルールを細かく。歌詞数の多い方でやるんですよね。あ、じゃあやる意味ないじゃないですか、これまあいいや、とりあえずどうなるか。そうっすね、あのカシムさんのね、DJ で、まあ、だから極端なんですよ、言ったらカシムさんの DJ とやるか、ザギでが、あれですよ、カビくんの相手ですね。うん、どちらが出てくるのかという。まあこれでザンギよりめっちゃ勝っちゃえば、そうですね、DJ にもなるという。あー、しっかりと出てますね。残儀でいいと。時間の節約。お、歌舞伎くん、さあ、こっからもう決勝戦やっちゃいます。決勝になりますね。はい、はい、どっちにしろザンギエフがまあ確定、まあほぼ確定と言っても、あ、もうね、ザンギバイソンとカーシムさんのザンギエフ、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあこの組み合わせ、さあこれは先ほどもまあ申し上げた通り、これは歌舞伎くんの連勝を止めたのが川島さんの残業。お、これは胸熱ですね。はい、激アツな展開でございます。激アツの展開、これを勝ったらさぞ気持ちいいことでしょう。そうですね。しかしこれは死が見える。あ、しかしジャンプでなんとかなった。さあ、歌舞伎くん上がなかなか通らなかった。でも出てたの。あ、出てた。出てたんだけど、なんかザギーの剣の方が強くて、それを潰して消えたのか。多分発生がちゃうと思う。あー、個人的な予想ですけど。で、それで潰して、あっていう間にくるっと回してドンといった感じ。はい、これが駒投げ。駒投げやっぱ強いですね。ですね。あー、あー、打っていった。ガードしてからクレイジー。スクリューはあれでしか返せないのかな、ひょっとして。あとヘッドか。あ、でもヘッドは出ないか、飛びガードしてるからあれしかないですよね。読み勝った形ですかね。さあ、はい、命がけの役に立てですね。さあこれ、さあ命をつないだクレイジーバサード。あー、すごい、ソファイブみたいな作りだな今の。吸われている。しかし体力的にはまだわからないが、これグラウンド刺さる。あー、アッパー上見ていたグラウンド。これはもうガードできないですからね。あとバイソンがこけたらわからないが、グランドで KO。 さあまず1本取っていったのは歌舞伎くんのバイソン。はい、これで 0-1 ですね。あ、色が青くなりましたね。お、色が嫌だ。色が嫌だと青サイかタコ様かどっちかのことでしょうね、多分ね。そんなこと言わないでください。それを言えるのはあなただけですよ。それテープさん、今それマイクで拾ってたら結構、いやいや、こう、あみたいな、あの緑色が何か言ってるぞみたいな感じになりますけど。比較的近所のタコ様が襲いかかってきますよ。いや、なんで比較的近所なのに来ないんですか、彼は。まあ、全然比較的近所じゃないけど。なるほど。タコ様。さあ、コパン連打するが、食らってしまう。さあ色でプレッシャーかけることにより逆に集中力が増したパターン。あー、やばい、コンボうまい、しっかりしている。さあ、あっと、いやでもなんかね、
ザンギーの飛びね、全然見えないんだよね、なんか低いですからね、やっぱり。そういや、でもあんスクリューであんだけ跳ね上がるんだから普通飛んでも高くてもいいんじゃないかなって俺時々思うんだけど思わない。どうなんすか、コマ投げキャラって大体めちゃくちゃ高く飛ぶじゃないですかめちゃくちゃ高く飛ぶのになんか通常のジャンプめっちゃピョンと飛んでくるからさ、あんだけ飛べんならもっと高くもっと遠くへ飛べよとか思うのどう鷹の爪からさあ、あ、今のいや、もうここまで来るとね、技術論ではなくね、精神論的な、はい、なるほど。確かにね、低く飛んでるのはザンギスクレバーなんじゃないですかね。クレバーだから低く飛んでるみたいな。なるほど、はい。どう思いますか。多分その頭の悪いキャラはあのふわっと飛んだり高く飛んだりする。はい。ベガとかチュンリーとか頭の悪そうなキャラは高く飛ぶし。こういう賢い、はい、クレバーなキャラは低くジャンプが低い。なるほど。ね、ザンギとかブランカとかそういうクレバーなキャラは、はい、低く飛ぶ。さあ試合の方は。もう終わりそうですけど、ね、鈴木カラーも青サイカラーもダメだったので、はいはい、鷹の爪カラー、鷹の爪カラー、あー鷹の爪カラー、もしくはセロファンカラー、そうです、セロファンザンギカラー、はい、あもしくはあれですね、あのイニシエの伝説になった、はい、かつての力屋カラーですね。力屋ザンギ、はい、某プロゲーマーがプロになる前にこいつには勝てないと諦めたという噂の、さあだがこの緑色をもってしてもこの体力差は、さあワンチャンあるか、ある、さあ近距離昇級が出てしまったのが運の尽きか。さあ勝利まで、さあストレートで勝ったのは歌舞伎くんさん、おめでとうございます。おめでとうございます。いただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。やっと勝てました。はい、いやでもザンギ強いですね。いや、ありがとうございます。これ多分配信見てるか見てないか分かりませんけど、はい、多分見てなくても怒られます。はい、手を張って帰れる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、何か、なんか、その言うのもいいですし、なんか来たものでもいいんですけど、何かございます。6月末にあの新宿カーニバルでまた川村さんが対戦会やるそうなので、ぜひよろしくお願いします。6月末の、何曜日ですか。多分土曜日だったかな。俺も覚えてないし、まあ、とりあえず末の後にまた、はい、改めて告知もあると思いますけれども、また6月ですね、はい、よろしくお願いします。やるよ来てね。はい、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございました。いやー、やはりまあなんでしょうか、久しぶり何がですか。俺は、あ、2週間ぶりですかぐらいですかね。なんか2週間ぶりに聞きましたが、まあ試合のね、やっぱりそのふつふつと湧き上がるこの熱いものはね、死んじゃいねえなって今日再認識したような気が。式もちょっといいなみたいな。そうっすね、大山もいいけど大山も式もいいなみたいなね、はい、ちょっとじゃないな。大山もキャラ偏ってるけど式もなかなかだよみたいな。大山は豪気使いが2人もいるけどまあ式も結構いいかなみたいな。竜とバイソン多いけどいいねっていうね。なるほど。そう、まあそんなところですよね。はい、であと、はい、さっきもちょろっと話出たりしてましたけど、あれですね、デイトナシティをホームグラウンドにしているうねくんが再来週いよいよチューブの教授と小物見をやったりする。そうですね、あれ何日でしたっけ、あれは再来週再来週は6月の2日 ?9 日 ?6 月9日ですね、小物道、
はい、教授ダルシム VS、はい、ハクキャミーと今絶賛練習中です。絶賛練習中、はい、まあ、旗からですね、はい、まあ、素人目で見た感想、はい、結構ハク君ごっついい感じです。そうなんですか。結構ごっついい感じ、はい、やっぱりね、ここぞという時の集中力、まあ、判断力、かなり際立ってます。ダルシムがやられて嫌なことされてるように見えるなーみたいな感じはすごいね。なるほど、見えます。数週間前の情報なんですけれども、はい、あの世界一の当てになるインターネット情報、ツイッターによりますと、はい、そのチューブの方々、チューブの GO キャミー使いの方が、はい、その教授の仕上がりどんなものかと思って練習したところですね、おハク君の実力はよく知らないと、はい、そのやっぱ面識がそんなないんで、面識はないです。ハク君がどのぐらいダルシム戦できるか今のところは知らないんだけど、知らないんだけど、でもこのままじゃ教授がやばいと。あれハク君のこと知らないのに、わかんないけど、うん、このままだとやばいっていう、なんかあれ、まあ、ただそれ数週間前なので、これはちょっと美味しいネタですね、なかなか。いやでもわからないですよ、もしこっから駆け込み乗車で、ね、はい、そう、あの終盤のやり込み、そう、そう、ドラゴン桜じゃないですけど、やっぱね、最後の追い込みとかでね、どんだけ伸びるかとか結構あるんですよ。ありますね、はい、本当もう前日にもうなんか、そうそうそう、俺は気づいちまったんだよ、このゲームはうんたらかんたらみたいなね、はい、感じになることもありますからね。さあ、まあどっちが勝つのかみたいな、はい、じゃあ俺はハク君にうまい棒2本いや賭けとかじゃなくて、その一応身内感でこう応援普通にするみたいな、ね、ああそうそうそう、いや僕なんか身内だからといってなんかうんたらかんたらっていうのは、はい、まああるんですけど、はい、まあどっちかっていうとそのなんかまあ乗り越えてほしいなみたいなところあるので、あんまりその俺は優しくしないぞみたいな、そういうとこあるんですか。ありますあります。僕あれですよ、でもヌルポカ君は泣いちゃいましたけど、ね、あれはなんかみんなでなんとかね、励ましてあげない、励ましてあげました。あ、でも僕もあれですよ、ウネ君がやってる時、はい、小物道やってる時もウネ君応援してましたし、あ、ありがとうございます。どうもどうも。あの生意気なガキめーと思いながら、何何がめくり頭突きだと思いながら、そうですよ、あの派手棒がね、派手棒がまあ、今回も、まあね、一応、うん、ね、ホームゲーセン同じくするものとしては、そうですね、まあ、ぜひ勝っていただきたい、はい、はい、でも、ハク君、勝つと思います、そう、俺も勝っ、もじゃあ、満場一致ですよ、そうですね、今、現段階の感じで、はい、まあ、予想では、結構ハク君が勝つっていう声もね、ここ2人ぐらいでね、2分の2ぐらいの票を得てるんで、いや実は結構ね聞こえるんですよ、はい、あ、そうなんですか。耳を澄ませば、はい、いろんなとこからハク君いけるんじゃないみたいな、いけんじゃないみたいな噂が、噂はね今ねありますよ。なるほど、はい、まあそれは、まあ、分かんないですからね。そうなんです、はい、本当に俺も S 本体に負けたし、あれもね、俺ね、あれ周りに俺ね、いや、ウネ君いけると思うよって普通に言ってうん、なんかね、みんな、あれっつって、いいもん、川端さんは面白いって言ってくれたから、確かに、まあ、向こうにね、超強いパートナーがついてたからね、知らなかったよ、ええ、だって、聞いたんすよ、ハーデストボーイ君にどんくらい練習したっつって、はい、いやちょっとっすよ、それあれじゃないですか。あ、そっかみたいな。それあれじゃないですか。試験前のあのヤバいやつじゃないですか。ヤバい、それヤバいっす。学校行く途中にお前ちょっと、あ、数学どのぐらいやった？いや、ちょっとだよ。マジで？マジで。全然勉強してないよ。寝ちゃったんで俺。マジで？とか言って。とか言ってね。ね。ランキングね、上位に立っちゃうみたいな、そういうタイプのね。かまされました。完全にリアルの立ち回りでも負けましたあれは。確かに。はい。油断してましたね。そう。まあ、あの時もね。はい。エソホンダって誰と練習してるんだろうと思ったんですけど、いないですよね、練習する人。コマさんぐらい、コマさんと、はい、あと草さんにも協力してもらいましたね。すごい、僕のために乱入してきてくれて、はい、でも、ハーデストボーイ君のエソホンダはおかしかったやっぱり、起き上がりめくり続きですね。あれはね、あの精度が凄まじい。普通成功しないんですよ、あんな。そうですね。そう、ただあれをあそこまで研究してる人は
いない。あれめくり付き出してるとサマーは当たらないんですね。サマーはスカル。スカル。サマーはスカルで、なんかソニックもなんかたまに反対側に出ちゃう時がある。はあ、はあはあ。だからまあ本当どうすればいいだろうみたいな。なるほど。ガードしても美味しくないし、結構ねあれ強かったです。なるほどね。そういう感じでね。はい。今日も。まあ、小物道楽しみですねという感じで、はい、今後の活躍に期待っていう感じで、そうですね、はい、ちょっと台湾の練習とかにも来ていただいてもいいんですよ、はい、デートらしくはね、そうですね、はい、割と台を多めに用意してますので、はい、今日も一応7台稼働、うんうん、若干余裕がございます、若干余裕がございます、だから台湾とかしたい人は、周りも結構協力してくれますかっていう感じもあるんで、そうですね、はい、レンコイン推奨なので、レンコイン推奨、推奨、珍しい。いやでもね、お店的には結構いいんじゃないですか、レンコインも。まあ間違いないですよ、間違いない、熱くなってバンバン入れてくれた方が、はい、もうレンコインして怒られる時代はね、もう今や昔っていう感じ、対戦会という体で集まってますので、そうですね、我々はね、確かに、そうです、どうぞどうぞっていう感じ。これがね、いろんな人が集まってきてよく知らない者同士だったりするとちょっと良くないですけど、まあまあまあ、まあまあ、一応身内でやってる対戦会なんで、 その辺も推奨ということで、ミカドとかでやると結構やばいです。それやばいですね。やばいやばい、ミカドとかヘイとかでやると、ヘイとかやるとちょっとおいおいみたいな、痛い目を、痛いしっぺ返しがきますからね。はい、そんな感じで、はい、今10時過ぎですけど、まああと1時間ちょい、おっすね、ラジオの方、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。23回優勝は和樹さんのバイソンでした。おめでとうございます、ありがとうございます。ではまた、おっす。
Okay.
Oh!